延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画・制作でお送りします。今週はホットトークようこそ市長室へです。今回は震災瓦礫の広域処理について聞きました。昨年の大震災で大量の震災瓦礫が発生しましたね。はい、東日本大震災でですね、膨大な量のこの震災瓦礫と言われるものが発生をしております。でこの震災瓦礫につきましては、火災の発生だとかですね、あるいは悪臭がするというような、ようなことがありますし、また被災者の皆さんの、心理的な相当大きい負担になっているというふうにも、聞いております。国はこの震災瓦礫を全国の施設で処理するよう要請していますね。そうですね、この震災瓦礫につきましてはね、全国で、これ処理を行うという、その広域処理ということを国が要請をしております。で、国はですね、平成25年度の末までに、この震災瓦礫全体の処理を完了させたいという計画なんですね。でそれで、現在のところ東北3県合計で、およそ 9% というのが進捗率ということになっているようです。でこの広域処理の対象になってますのはですね、これ岩手県と宮城県、この2つの県の震災瓦礫全体の約2割ということですね。で約400万トンというふうに言われております。一方ではですね、この被災した3県の現地におきましては、これまでの1年間の中ではですね、処理施設が大変不足をしておりました。でところがここに来て、仮設の焼却炉がですね、急ピッチで今整備されてきております。そして本格的に今稼働し始めたという状況になっております。例えばですね、岩手県の宮古市ではこの4月から仮設の焼却炉が本格稼働しまして、2年間で5万8000トンという量の処理ができるという計画のようですし、それから宮城県の仙台市ではですね、3カ所の仮設焼却炉で24時間処理が行われるということになったようです。でこうした仮設焼却炉だけでもですね、相当な量の処理ができるようになってきました。このような形でですね、被災したこの東北3県の県内で処理を行うということで、一つは迅速に、そして輸送コストもかからずに処理ができるということがありますし、それから何より大きいのはですね、現地での その雇用の拡大ができる、で働く場が生まれるということですね。でそれが復興につながるという、こういうメリットも大変大きいようです。ただ国はですね、25年度中をこの瓦礫の処理期限ということにしておりますから、そうしたその期間内にですね、処理を終了させるためにもこの広域処理ということは必要だということになっているんですね。兄弟都市福島県いわき市の震災瓦礫の受け入れはできないのでしょうか。はい、いわき市を含めてですね、この福島県につきましては、原則福島県内でですね、処理を行うということになっておりまして、広域処理の対象外とされておりますから、県外に持ち出すということはできません。ですから、兄弟都市ですけどね、延岡市がいわき市の瓦礫を受け入れるということにはならないということですね。県内の市町村長が集まって広域処理に関する国からの説明を受けたそうですね。はい、広域処理についての説明会はですね、今月5日に宮崎市内で行われたところです。でここではですね、この広域処理というものについて その考え方、それから放射性物質への不安がありますよね。でこういったことに対する考え方などが説明されたところです。持ち込まれる震災瓦礫については、岩手県と宮城県の、安全性の確認された瓦礫だけで、そして、きちんと検査体制も取るということで、進められるために、人への その影響、健康に対する影響ということは、まず考えられないというような説明がありました。
その後で県内の各市町村長からですね、安全基準の科学的根拠だとか、あるいは風評被害への懸念というようなことについて、さまざまなその質問とか意見が出されたところです。現在延岡市は広域処理の要請に対してどのように考えていますか？はい、震災がれきの受け入れをするためにはですね、当然ですけども、まずその焼却施設とそれから埋め立て施設の受け入れ余力があるということが前提になりますよね。でその上で、施設周辺の住民の皆さんをはじめとして、市民の皆さんのご理解が得られるかということ、そういったことが必要だというふうに考えております。特にこの埋め立て施設につきましてはね、管理型処分場と管理型処理場というところで、これは埋め立てをしなきゃいけないんですけれども、延岡市の場合は国が処理を完了するとしております平成25年度まで、この期間においてはですね、使えるこの管理型処理場というものは川島埋め立て場しかないんですね。しかしながらですね、この川島埋め立て場については埋め立てを開始してからもうすでに30数年が経っています。そして埋め立てる容量というものがあまり残っておりません。そのためにですね、今現在はこの埋め立てをするその焼却灰ですね、焼却場で焼却をしたその灰、これをすべて埋め立てることができずに、その中の約4割についてこれお金を出して、セメントの原料とするため その焼却灰の処理の委託ですね、こういったものを行っております。それによって、この容量を少しでも残していこうということで延命化を図っております。でこういう状況がありますので、延岡市 この埋め立て余力というものを考えたときに、この震災がれきの受け入れということについては物理的に難しいと言わざるを得ないというふうに思っております。しかし被災地を支援したいという思いはですね、皆さん共通のものだと思っておりますし、その支援ということについてもさまざまな方法があるというふうに考えております。延岡市では震災直後から被災地へさまざまな支援を行っていますね。はい、いわき市にですね、直接要望をお聞きして、そして、震災直後にですね、ペットボトルの水、これを10トントラックに満載して送ったということもありましたし、それから延岡市の給水車もですね、職員と一緒に直ちに派遣をしたところでした。でその後、市民の皆さんからもたくさんの義援金とか救援物資をいただいて、被災地に送ってきております。でその他にもですね、建築技師とか保健師をはじめ、これまでに100名ほどの職員を派遣をしておりまして、これは現在も継続中です。今後とも支援を継続していくのでしょうか？はい、この震災がれきの広域処理についてはですね、残念ながら物理的に引き受けることは難しいと考えておりますけれども、ただこの瓦礫の攻撃処理ばっかりじゃなくて、我々として被災地に対してできることっていうのは他にもあるというふうに思っております。これからも兄弟都市であるこのいわき市をはじめ、被災地に対しまして現地のニーズっていうものを、これをしっかりと把握をしながらですね、継続して支援を続けていきたい、そう考えております。最後に延岡市役所からのお知らせです。新庁舎の建設に伴い、市役所の一部業務を仮庁舎へ移転します。高齢福祉課が旧図書館へ、都市計画課、土木課、区画整理課、建築住宅課、建築指導課、高速道対策課、監査委員事務局が NTT 延岡本館ビルに移転し、4月23日月曜日から移転先での業務を開始します。駐車場は市役所第二駐車場をご利用ください。市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。